変わりまして、こちらのどさんこアプリでおよそ5000人の皆さんにアンケートをお願いしました。どさんこ何でも総選挙、今回のお題はお肉料理です。3月はお祝いシーズン、少し豪華に、そして仲間たちと楽しく食べられるのがお肉ですよね。どさんこアプリで好きな肉料理のアンケートを取ったところ、5377人の方に答えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。寄せられた声を見てみると、あの人気肉料理の穴場のお店や、マヨネーズを使うとあの道民のソウルフードが美味しくなる裏技まで。どさんこ肉料理総選挙、道民が選んだベスト10。まずは第10位の発表です。ビール飲みには永遠のパートナー。右手に串、左手にビール、いいね。赤ちょうちんが似合う第10位は焼き鳥、82人が投票しました。北海道ならではの焼き鳥が食べられるお店があります。それがこちらなんですよね。元祖ビバイ焼き鳥福吉さんです。ビバイに本店がある、創業およそ80年の福吉。アンケートにはビバイにある福吉はもつが入っていて、いくらでも食べらさるという声も。札幌にもお店があります。お邪魔してきました。はい、お待たせいたしました。ビバイのもつせい、そしてビールです。ありがとうございます。やっぱりビールとのセットがね、いいんですよね。抜群ですから。もつは、はい、これ3本ありますけれども、どんなものが入ってるんですか？親鶏のもも肉、玉ねぎ挟みまして、真ん中の部分が3種類あります。レバー、金柑、砂肝っていうような形になってますね。うん、おいしい。金柑甘いですね。結構人気な部位のになってますんで、好きな方は結構多いですね。長ネギの代わりに玉ねぎが使われてるじゃないですか。そうです、はい。それがですね、熱せられてすごい甘くなってるんですよね。だからすごいもつの独特な風味とすごく合うんですよね。ありがとうございます。ビバイをはじめ、空知地方はかつて炭鉱の町でした。そこで炭鉱で働く皆さんのために、捨ててしまう鶏の内臓を使ったもつの焼き鳥を安く提供したのが始まりです。これはもうみんな食べたら必ずうまいっていう、もう間違いないですよね。続いて第9位は、ヘルシー、肉料理の中でもヘルシーかな、しゃぶしゃぶ。115票を集めたしゃぶしゃぶお肉は、牛肉、豚肉、ラム肉、皆さんいろんな意見が寄せられましたよ。もうちょっと上位かと思ったんです。9位だったんですね。そうなんです。しゃぶしゃぶしゃぶ、このしゃぶしゃぶをしている時間って幸せなんですよね。体も温まりますしね。あとお肉だけじゃなくて薬味もね、好きなものをこう選んでポン酢と合わせて食べるというのは最高に幸せですよね。まあ、タレもいろいろね、ごまだれとかいろいろあるんですよね。うん、おいしい。そしてアンケートにはこんな貴重な意見も。ごま油に塩を入れてお肉をつけて食べると美味しいですよっておっしゃる。そうなんですよね。ごま油に塩ちょ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 っと入れて、これだとしゃぶしゃぶ用のタレも買わなくて済みます。どんな味わいなのか食べてみました。レバ刺しみたいなこと時によく言う。ごま油のコクだとか味の深みが豚肉の甘みとすごく合って、そこにお塩が入るのでちゃんと味のアクセントもある。より上品になるイメージでしたね。さらに湯通しした豚肉を冷水にさらすという方もいて、その上に白髪ネギを乗せる、でポン酢をかけてこれを食べてみる。豚肉を冷水にさらすのがポイントです。あ、おいしい。食感がまずシャキシャキとしててすごくいいですね。で、冷水で締められているからこそなのか、豚肉の旨味がすごく詰まってる感じがします。美味しいですね。これはありだ。皆さんいろんなアイディアをお持ちですよね。すぐにできるものばかりですから、ぜひ試してみてください。第8位は、大
飯に合う。ご飯が無限。定食ものならほとんどこれです。定食？そう、キーワードは定食なんですね。定食の定番メニュー、その肉料理が美味しいお店が白石区にあるという情報が、こちら国道12号沿いにあるお店、その名も定食屋という名前なんですが、一体どんな肉料理が、はい、お待たせしました、生姜焼き定食で、生姜焼き定食ということで、第8位は生姜焼きです。第8位生姜焼き、ここのお店の生姜焼きがとっても人気が高いんですよね。美味しそう、なんか目玉焼きもついてた今。そうなんです、豪華なんですよね。ご飯に合わせていただく感じですか。あるわね、絶対美味しいよ。ちょっと肉行き過ぎじゃないですか。いや、いい、食べたいな。うん、味はしっかりついてますね。ちょっと濃いめ、お肉がとっても柔らかいです。香ばしさがあって、すごく香りがいいんですよね。美味しそうに取るね、また。その香りの正体はニンニクなんですが、生姜独自じゃなくて、そうなんです。お肉とともにフライパンで強めで強火で炒めて香りをもう引き立たせるんですよね。で、特製の少し甘めの生姜のタレを入れて、でこのお店は常に強火でお肉を炒めることが美味しさの秘密だとおっしゃっていました。これはプロの技です ね、 で少しこうお肉に焦げ目ができるぐらいがこのお店のスタイルなんだということで、ちょっと色も濃いめ、はい、お昼になるとこの生姜焼きを求めて多くのお客さんがお店にやってきます。基本的にはこの生姜焼きを頼んでいます、はい、ボリュームもありますし味もしっかり濃くて、まあ、食べ盛りの僕にはかかります柔らかいですね。すごい柔らかいので、はい、量もちょうどいいサイズで、本当ご飯がやっぱ進みますね。安くてボリュームがあって、そして美味しい。第8位は生姜焼きでした。道民が選ぶどさんこ肉料理総選挙、はい、10位から1位まで今日は一気に発表してまいりますが、はい、ここまで19、8位は生姜焼きというところまでお伝えしましたが、しゃぶしゃぶももっと上位だと私は思っていたんですよ、ね、私生姜焼きももっと上位かと。でもじゃあ上位何よって言われたら、ね、まだいろいろあるよなとかと思いますよね。でお二人には事前に1位が何になるかっていうちょっと予想してもらっておりますので、はい、肉料理ですか。札はありますか。はい、あります、ね、それでは出していただきましょう。1位は何でしょうか。私はもう本当にあの大穴狙いで、最初シュラスコって書こうと思ったんですけど狙いすぎ、すいません、めちゃめちゃ保守的な。いいですね、ハンバーグ。ハンバーグでしょう。確かにね、ハンバーグじゃない。いや、ハンバーグもいいですけど、うん、はい、ちょっと私はこうスタミナたっぷりのこの焼肉かなと。まあどっちかじゃない、もう、どっちかが1位になるんではないか。シシケバブとかではなくて。そうですね、なんでそんな大穴狙おうと。いや、わかんないからね、順位はね。テレビの前の皆さんも何が1位になるのかをちょっと考えながら、まだあとたくさんありますからね。そうですね。それでは、続きをご覧いただきましょうか。続いては、はい、第7位は何か、はい、幸せ。とんかつはもう優勝ですね。とんかつも忘れてはいけませんよね。サクサクの衣、さらにお肉は肉肉しい、そしてジューシー、食べ応えのある豚肉、やっぱり特別感がいいということで、153票が入りました。続いて第6位は肉料理の王様、たまに食べられる特別感、ステーキ、力が湧く。キングオブ肉料理と言ってもいいのでは。ステーキが第6位です。大きくて分厚いお肉にかぶりつきたい、うん、なんか肉料理って言えばっていうところもありますね。そこで、そこで美味しいステーキを求めて私はある町にやってきました。ここには最高級ブランド牛があるんです。それはこちら、白老牛なんです。もうこれだけのために白老に行くっていう方も多いと思いますね。アンケートにおすすめの声が多かった天野ファミリーファームというお店です。失礼します。あ、はい、こんにちは。はい、いらっしゃいませ。 私白老牛のステーキを食べたことがないんですけれども。はい、これですよね。はい、すごいです。はい、こちらが白老牛のサーロインステーキになります。サーロイン見てくださいよ、この刺し、美しいわ。全国的にも有名な白老牛、
洞爺湖サミットでも世界の VIP たちに提供された、まさに最高級のブランド牛で、脂身が甘いのが特徴なんだそう。はい、お待たせしました。こちらサーロインステーキになります。うわ、すごいです。ちょっとこの、いいですか、これ持っても、この分厚さ分かりますか。ものすごく贅沢に切られてますね。それはみんな好きだよね。白老牛のサーロインのステーキ、およそ 200g があります。サシが美しい。こんないいお肉を、では焼きます。初めからこうやってカットしてもらってもいいですか。自分で焼いていくんですね。そうなんです。このお店ではお客さん自ら備長炭の上でお肉を焼くんですよ、ね、焼肉感覚。そうなんです。いきますね。ひっくり返してるこんな感じ。よっしゃー、ちょっとやっぱりあまり焼きすぎずに、もたないもたない、そう、火を通すのがいいそうですね。おいしそう。もうね、ナイフ入れたらスッと入るんですよ。食べたい。わっしょいだこれ。これわっしょいだよ。油が甘いですね。わっしょい。ただ柔らかいだけじゃない。わっしょいしか言ってないですよ。ただとろけていくだけじゃない。お肉の旨味がしっかりと口の中に残るっていうのは、これは最高級ですね。とっても美味しいです。取材の日はもう海外からも多くの方がお店にいらっしゃっている。世界が認めるっていう味なんだな。海外の方またステーキお好きでしょうし ね。第5位を発表します。正月の定番料理。正月、親族が集まるお祝いや誕生日に。小学生の時プールで25メートルを泳げたご褒美に。すき焼きです。すき焼きか。247票。思い出しながら楽しむのもいいですね。すき焼きもやっぱり皆さん何か特別な日にっていう方が多いですね。でちょっとアンケートで気になったのが、豚肉のすき焼きが定番ですとか、家庭で安上がりな豚肉を使って作っていますなど、やはり豚肉の食文化が盛んな北海道ならではですよね。そして街の方々に聞いてみますと、私は豚です。豚肉、はい、なんか癖がないっていうか、そこが好きです。がっつり食べたい時とかは豚選ぶかもしれないです。インタビューでも牛肉の方ももちろん多いです。一方で豚肉の方も多いという、まさに北海道はそれぞれいろんな食べ方がありますよね。さあ続いて肉料理第4位は、小さい頃からよく母が作ってくれたので、肉汁がいっぱい入れて美味しいなと思うのと、もしかしてチーズとかかけたらちょっとまずいんじゃないかな。好きな肉料理はハンバーグです。いやいや、おかしいでしょう。福永さんが1位に予想したハンバーグは4位が正解でした。4位ってことはないでしょう。まあ300人の方が投票したんだけれども、それでも4位。うわー、なんだこのハンバーグは。肉汁が出てくる。こうなんかこうハンバーグもお肉を食べてるんだなと実感する。いや満足感ありますよね。そんな中でセブンの金のハンバーグが好きですというコメントが寄せられたんですよね。こちらがセブンプレミアムの金のハンバーグ、2日以上かけて仕上げたデミグラスソースがたっぷり。油の甘みが特徴のイベリコ豚を一部使用し、ふっくらジューシーな食感が特徴です。この金のハンバーグを使った公式アレンジレシピのドリアを紹介します。簡単な作り方です。耐熱容器にご飯を入れて、まずはデミグラスソースだけをかけて混ぜます。そしてその上にドーンとハンバーグを置いてください。ここにピザ用のチーズをトッピングして、トースターで焼き目がつくまでおよそ5分焼きます。ここにバターを乗せて、そして黒胡椒を振ったら完成です。お二人に用意しましたので、はい、ぜひ試してみてください。これなんかもうお店で出てくるようなもので、ね、これお家で食べられるんですよね。素敵、いい香りですね。バターがもう今完全に溶けてる状態なんですが、いやいや嬉しい。もなんかあのフォークも用意しました。フォークいいっす、いらないっすね。柔らかいですよね。スプーンだけでいけますね。いただきます。いただきます。あ、いい香りです。なんで1位じゃないんですかこれは。1位でしょ。1位でもいいくらいの美味しさ。これ
これアレンジどうですか、うん、いやいいです、これはもう本当お店に出てくる味わいで、うん、これが本当にご家庭で食べられるんだと、ね、ハンバーグ作ったりするとなると手間かかりますけど、うん、これも乗せるだけで混ぜるだけでできるんですから、ね、いいですよね。ちょっと票数捏造してないですか。してないしてない、なんてこと、ね、正しいことを言いますから、5000人の方が選んだ4位はないんじゃないかな、ね。こちらのご紹介したイベリコ豚を使った金のハンバーグですが、伊東洋華堂と第一で販売されています。ぜひ試してみてください。さていよいよ3位ということになります。3、2、1の発表何になるか楽しみなんですが、はい、ちょっとその前に番外編をお伝えしたいと。お肉料理いっぱいいっぱい、あと皆さんもちょっと思いついてないお肉料理を、あと何があったっけかみたいな。そうなんですよね、うん、あれかな、とんかつが出てきたから、じゃあカツ丼は入ってこないのかな。そうですね、あの豚丼とか牛丼とかもいろいろありますけどね。あ、そうそうそう、何が入ってる、結構ありますからね、お肉料理って。じゃあこっちに入ってるかも。いやいやいや、どうするかな、どうかな、どうかなってことで、ちょっと番外編いいですか、はい、あのお肉といえばやっぱりこうお肉屋さん、町のお肉屋さんにちょっと買いに行くっていう方も多いと思うんですけれども、はい、あの昔ながらのお肉屋さんからちょっと生中継をします。で、皆さんからのアンケートの中でお肉屋さんのあのお惣菜、絶品のあのお惣菜が好きだっていう声が寄せられたんで、今日は中継が出ております。岡崎さん、お願いします。あのお惣菜、はい、地域に愛されているお肉屋さんです。肉の宮崎で、実際に番組に寄せられた声で、札幌市の20代の女性の方、肉の宮崎のほにゃららららがおすすめという、こういったご意見が寄せられているんです。札幌市中央区にお店はあります、肉の宮崎さん。あの駅でいうと札幌の市電の東とんでん通り駅から歩いて2分のところにこちらのお店があるんです。大正4年にお店はできまして、今年で109年目。失礼いたします。いらっしゃいませ。日曜日と月曜日実はお休みなんですが、番組のために特別に開けていただきました。 ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。4代目の宮崎さんです。はい、3代目が亡くなられたご主人で、今4代目ということですもんね。そうです。で、こちらがあの創業当時の写真なんですが、あの元々はお肉屋さんではなかった、うん、なかったって聞いてます。何だったんですか。すき焼き屋さんって聞いてます。すき焼き屋さんだったんですか。はい、で、はい、そこから途中でお肉屋さんになってお惣菜も提供するようになったということです。うん、そうです。はい、で、今日はお休みなのでこのショーケースの中にありませんけれども、特別に作っていただきました。あのランキングで7位に入ってましたね。こちらがロースカツです。ロースカツです。1枚税込み280円、大きいですねこれね。はい、そしてそのお隣がチキンカツです。チキンカツ、あ、はい、こちらもジューシーで美味しそうですね。で、まだあのランキングに入ってないですけども、これも人気なんじゃないでしょうか。はい、そうですね、はい、ザンギ、はい、あの秘伝の味につけてあるというふうに伺っております。はい、その秘伝の味、触りだけでも言えません。秘伝だからね、それは秘伝だから。ヒントだけでも言え、それは決して言えない。言えません。守らなければいけない、はい、ということなんですね。さあ、すいません。じゃあ、あの20代女性の方が、肉の宮崎さんのほにゃららららがおすすめ、これが一体何なのか、4代目教えてください。はい、メンチカツです。そう、メンチカツだったんです。そう、作っているところをご覧いただきたいと思うんですが、牛肉と豚肉のこの配合が、牛肉が7、豚肉が3になっているということです。で、隠し味にマヨネーズ、これなんでマヨネーズ入れるようになったんですか。はい、あのうちの主人がいろいろと情報をこう、あちこちから仕入れてる中で、はい、まあ、マヨネーズを入れるとジューシーになるって聞いて、でそれから使うようになります。それは教えちゃっていいんですか。1個 150g ね、ここはね教えて大丈夫です、ね、結構重要なポイント。ここは大丈夫、いろいろと入ってます、ね、はい、で1個 150g とにかく大きいんです。で1日50個売れる日もあるし、はい、何よりもあの注文してから揚げるという、はい、これがポイントだということなんです。はい、いやー、このメンチカツ、いや、大きいんですよ。いいですね、分かります。顔と比べてもこの髪に組んでありますけど、大きさはお分かりいただけると思います、はい、じゃあ今日この場で特別に割ってみてくださいと提案もいただきましたんで、割ってみましょうか。分厚いです。どんな感じなのか、ね、いきます。もう、あっちゃ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 あっち
どっち取ります、どっちの断面いきますカメラさん、どっちいきますか、好きな、どっちも取っちゃえばいいと、どっちもどっちも取る、もうどっちもじゃあ、肉汁がちょっとなんかこの断面押しますよ、今いきますよ、はい、ダメだ、皆さんいきます、押しますよちょっと、はい、暑いから、ね、押したら、押したら、もったいないです、もうやめてください、もう食べた方がいい、食べた方がいいよ、もったいない、もったいない、この食べちゃもったいないですよね、はい、じゃこのままいただきます、でもマヨネーズを使ってるっていうのは聞いたことないですよ ね、 初めて、どうですか、お外側揚げたてだからサクサクなのはもちろんなんですが、噛んだ瞬間に口の中に肉汁のシャワーがこうもうかかるような、もうものすごい溢れ出すっていうのはこういうこと言うんだなっていうのが分かりますね、このメンチカツの牛肉の量7、豚肉の量が3で隠し味にマヨネーズ、この絶妙な配合で取られたバランスでこの美味しさが作られるんですね、はい、いやーこれはすごい、でもそれにしてもスタジオの皆さんが驚いてます、この私の手と比べてもこの大きさなんか改めて見ると、これなんでこんな大きくなったんですか、いや知らない間に2段階ぐらいでうちの主人が見栄えがいいからって大きくしてたんですよ、そうなんですか、亡くなられた3代目のご主人がもうじゃあお客さんもっと笑顔にしたいしもっと大きくもっと大きくと思ったら、はい、気づいたら大きくなっちゃったということなんですね、はい、そうです、あそうです、まあ、ただこの人柄の良さというのも写真だけでも分かりますし、ね、お客さんの笑顔のためにこの大きくてジューシーなメンチカツができたということなんですね、はい、そうです、いやこれは食べ応え十分、本当に美味しいのがよく分かりました、もうこのザンギもそうです、カツもどれも美味しそうです、ザンギちなみに隠し味は言えませんですよねそこだけはねごめんなさい、分かりました、はい、じゃあしっかりとこれ全部いただきま す、 ありがとうます、お休みところありがとうございました、みんなありがとうございました、どうもお世話になりました、ありがとうございました、メンチカツ、はい、美味しそうでした、 いやこれはだからもうやっぱりお肉屋さんの店先でこういうの買ってきて食べた、いやもう絶対間違いない美味しさですよねこれをでもちょっとなんかザンギっていうことが出てきたじゃないですか、福永さん、はい、1位予想ザンギに変更ですか、いえ変更していいですかダメですダメですダメです、改めてちょっと振り返ってまいりましょうね、はい、10位が焼き鳥、そして9位しゃぶしゃぶ、生姜焼きが8位、そしてとんかつ7位、ステーキが6位となりました。で票数をご覧いただきますとここからやはり多くなってくるんですね、5位がすき焼きで247人の方、4位がハンバーグですが300人をここで超えることになるんですね、で今回5377人の方が選んでいますので、はい、先にお伝えします、1位はかなりの方がこれだって、あじゃあ1位は割とダントツなんですか、ダントツですこれは、あとなんで焼肉出てるんですか、焼肉じゃないですか、佐々木さんの1位予想は焼肉でしたが、はい、焼肉予想なんですけど、じゃあザンギが1位、ザンギが佐々木さんの予想さあ果たして一体何なのか、コマーシャルの後トップ3を発表します、この肉の絵が美味しそうだな道民5377人が選ぶどさんこ肉料理総選挙、いよいよトップ3発表の時間がやってまいりました、はい、本当に5000人を超える方が応募してくださいまして、1位はダントツなんですが、ではお二人の1位予想をちょっともう1回だけ見ましょうね、はい、福永さんハンバーグを予想しましたがこれは4位に入りましたが、300人の方が、まさかのですよ、何かハンバーグが不祥事でも起こしたんですか、まさかの4位ですよ、ハンバーグを上回る何かがあったってことなんですよ、そうですよね、で佐々木さんは私はもう焼肉です、これ硬いかな、ね、これ絶対入ってると思うんですけど、ね、このトップ3の中に入っているんでしょうか、はい、それでは何がランクインするのかしっかりとご覧いただきましょう、まずは第3位からです、あと3つです、どさんこのソウルフード、ジンギスカンが大好きで月に 2,3 度食べます、356票ジンギスカンが第3位、これはいけない、忘れてた、ジン一緒に焼く野菜はご家庭やお店によっても違います、そしてタレも漬け込みのものと後から漬けるものと様々ありますよね、食べ方いっぱいあります、でアンケートではこれちょっと面白いんですが、美味しい食べ方の中にスタミナ源タレがおすすめだってあったんですが、スタミナ源あまり聞きなじみのないタレですよね、それもそのはず、その製造元は津軽海峡を越えて青森県にありました、
約ですね、7割から8割のご家庭にご使用いただいていると調査結果が出てます。なんと青森県のほとんどのご家庭にあるというのがスタミナ源タレ、地元の皆さんは源タレと呼んでいるそうです。で、青森県のスーパーではずらっとこの源タレが並び、大手メーカーは太刀打ちできないほどの人気ぶりだということなんですね。青森県産の、リンゴやニンニクの方を、生のままですね、すりおろしてたっぷり煮込んで作ったピリ辛のタレということになっています。どんな味わいなのかスタッフがいただいてみました、はい、疲れ切ってませんスタッフ。生姜、ニンニクでしょうか、なんかすごく効いていまして、結構ですね、味わい深いですね。これはですね、北海道のスーパーにも置いてあるんですよね。あったんですか。置いてあるところもある。ですから、見かけたらぜひこのタレでジンギスカンを楽しんでみては。さあ、いよいよ第2位です。なんだ。運動会に母が作ってくれ た。お酒のつまみでもよし、おかずでもよし、お弁当のおかずでもよし、外食行ったらメニューがあったら必ず頼んじゃう。唐揚げ。ぐんと票数が上がります。490人が選んだ唐揚げ残儀、道民のソウルフードです。やっぱりご家庭でよく作るというご意見が多かったですよね。確かにそうですね。先ほどの中継でも登場しましたが、はい、ここでも、あ、お、マヨネーズ、柔らかくコクが出て美味しいですというアンケートが。ちょっと試してみましょう。マヨネーズで唐揚げ残儀も美味しくなるのか。鶏肉に下味をつける際にマヨネーズを加えて揉み込んでから揚げていただきますと、マヨネーズに含まれる乳化された植物油、油ですね、こちらが鶏肉のタンパク質に作用して柔らかくなるというのがメカニズムになります。あ、こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。唐揚げ大好き元気な三姉妹が出迎えてくれましたよ。お母さん、これ何だと思いますか。これはマヨネーズですね。すごい質問ですよ。これを使うと、はい、鶏肉が柔らかくなるって知ってました。あ、知らないです。マヨネーズを使って本当に鶏肉が柔らかくなるのか、レッツクッキング。お弁当にも入れますし、結構出番は多いですね。はい。鶏もも肉2枚分におろし生姜、そしてニンニク、お酒、醤油、小麦粉を混ぜます。そしてここにマヨネーズを入れるんですが、結構な量入る。こんなに入れるんだ。そうなんです。4人分だと大さじ4杯ぐらい入れていただきたいですね。で、少し寝かせた後170度の油で揚げます。皆さんご存知でしたこのやり方、ね、簡単ですからね。うん、できるかな。え、多分できると思う。ずっと見守ってくれてました。はい、完成です。トマトもたくさん乗せてみましたが、果たしてお味は。せーの、いただきます。なぜかトマト。いいよ、まずね、野菜からいった方がいいよ、まずね。お姉ちゃんどうですか。中は柔らかい、肉やすごい柔らかくて美味しい。うん、おいしいね。お肉がすごい柔らかくなってる気がします。お子さんたちも気に入ってくださったみたいですね。すごい食べてます。今日お母さんが作ってくれた唐揚げ最高。さあ、佐々木さん、1位は何を予想しました。はい、焼肉です。私はどうかな。一丁羅のスーツに着替えてまいりました。なんでだよ。どうして理由がある。第1位の肉料理を提供する高級店に伺う。じゃあ何のお店かというと、子供の頃の特別な日のご飯、高級感、特別感、ご褒美、これしかないでしょう。ということで786票と2位に大差をつけて1位に輝いた、道民が好きな肉料理は焼肉でしたが、間違いないですよね、これはね。いや、もう支持多いですよね。
アンケートにはあるお店の情報が、特別な日に2人で食べる、お金をたくさん持っていきますさあ、そのおすすめのお店とは、高級焼肉店として知られるジョジョ園です。札幌に2店舗あります。こんにちは。あ、すごいですね。着物で出迎えてくださるんですね。一人です。はい、ご案内します。 ありがとうございます、はい。もうすでにここから高級感が漂っております。焼肉屋さんとは思えない。失礼します。割烹とかなんか、ね、本日こちらの桜の間のお席でご案内させていただきます。こちらですね。はい、失礼します。うわ、個室ですね。なんとも高級感ある和の失礼ですね。どんなお肉が出てくるのか。はい、失礼いたします。こちらが特選すだれ肩ロース焼きでございます。肩ロース。はい、肩ロース焼きでございます。大きいですね。うわ、すごい、見てくださいこれ。こんなに大きいの。こちらのお肉はジョジョ園のスタッフがお客さんの目の前で焼いてくれます。お肉は全国から厳選した上質な牛肉です。焼き上がったら食べやすい大きさに切り分けて、ニンニクチップを挟んで出してくれます。特製のつけだれでいただきます。お、うん、この柔らかさと甘さと肉汁の多さ、別にくどい脂じゃないから、こんな上品な味になるんですね。そうなんです。この特選すだれ肩ロース焼き、お値段はいくらかと言いますと5400円です。他にこちらのネギを包んで焼く上ネギタン塩焼きですが、今まで食べたことがない新感覚のタンのお肉、そのお値段4700円。夢のような幸せな時間を楽しめます。道民が好きなお肉料理総選挙をお送りしてまいりました。10位からこんな感じになりました。焼き鳥から始まり、しゃぶしゃぶ、生姜焼き、とんかつ、そして6位にはステーキ、5位にはすき焼きが入り、ハンバーグ、ジンギスカンが3位、2位が唐揚げ、ザンギ、そして1位が焼肉ということになりました。1位予想、佐々木さんが当たっていましたね。お肉料理ってこんなにたくさんあるんだなって驚きもありますよね。だから言われてみて、あ、そうだ、あれもあった、これもあったってなるんですよね。そうなんです、これからお祝いシーズンですから、焼肉とかね、ちょっと特別感あるのもいいですよね。5377人の皆さんのご協力のもと成り立ちました、はい、今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございます。もう映像を見てるだけでお腹いっぱいでございます